先生本坊座組中国 Number 7 representing China 先生本坊座。長野オリンピックを目指してどんどん成長してきました中国期待のペア、新雪張紅白です。 NHK 杯はこれが3回目になります。先シーズンのローザンヌの世界選手権では11位、去年大阪での NHK 杯が4位、ショートプログラム終わって第3位です。曲はマウントオリンポス。最初のトリプルツイストは高い。トーループはきっちり3回転。スローイングはトリプルループです。スローイングは持ちこたえます。サルコダブルアクセルからループを入れていってダブルトーループ。最後のリフトです。綺麗なスターリフト。
少しタイミングが合わない。しかし場内を沸かせました。長野オリンピックを睨んで中国の強化策、19歳の新雪、24歳張紅白、自信を持った技を繰り出してきました。なかなか五十嵐さん、中国もこの力をつけてきましたね。そうですね、リフトとかですね、ジャンプっていう部分ではもう本当に世界の一線級の技術を持っていると思います。ただスピンがまだあまり上手じゃないんですけれども、このプログラムの中で曲が変わる直前、あるいは変わった直後とかですね、その割と目立たないところにうまくスピンを配置してるんですね。でそういった構成の良さも光ったと思います。これはトリプルツイストですけども、女性を横にしてのサイドのツイストになってまして、非常に高さがあっていいです。このスローイングはループですね。ループですね。これは高さ距離ともに非常にいい出来だと思います。さあ得点が出ます。テクニカルメリットは5.6 以上揃えてきました。これで あとスピンとかですね、そういったストレートラインステップとか細かいところがうまくなるともっと楽に高い得点が出ますね、そしてプレゼンテーションはあっという場内の声は 5.1 という数字を見たときでしょう。他は 5.5、6以上という形で、ドイツのジャッジが 5.4 があります。しかし新張中国ペア、なかなかいい演技でした。